こんにちは、梅村です。今日は、こちら曼荼羅8を描きましたので、ご紹介していきたいと思います。それではご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。今日は曼荼羅をね、ご紹介いたしました。またご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方もお待ちしております。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。